DM ZOO のサロン喫茶スビKM1963 タードルヒル SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶守備、メインパーソナリティの井上俊です。毎週土曜日夜10時から放送しています。今週もよろしくお願いします。10月3日、こんばんは。なんか久しぶりな感じがします。いや、久しぶりですね。最近動画が多くて、企画ものが多くて、多分4週間ぶりぐらいの通常会、通常営業ですね。10月です。10月にやっとなりました。この大好きな秋、オータムに、守備オータムに突入をしました。あれだけ暑い、暑すぎると言っていたあの夏、まあでもそんなに今年の夏は暑かったですけど、長いっていう印象はなかったですね。意外と短かったような。いや、この季節が大好きですね。外に出たらツーンと鼻に入ってくる澄んだ空気と、少し肌寒い、半袖か長袖かみたいな。いつもこの秋になるとミスタードーナツを買いたくなります。自分の中でミスドっていうのは秋っていうイメージが強くて、そろそろ買いに行かなくちゃいけないですね。だいたいミスドを買うときは、必ず買うのはオールドファッションと、まあ、オールドファッションですね。あとフレンチクルーラー、ストロベリーフレンチクルーラー、まあ、その2つは絶対入ってますね。 D ポップっていうのも昔はあったんですけど、今はないみたいで、D ポップ復活してほしいです。さあ、これからの最高の季節に一曲聴いていただきます。 V6 で Believe Your Smile。君が描いた未来の中に
聴いていただいた曲は V6 で Believe Your Smile でした。この後はあのコーナー PM10 のサロン喫茶守備。それではこのコーナーに参ります。憧れサマー。はい、こちらのコーナーではお客様の小さい頃に憧れていたこと、そして今もあなたが憧れていることを紹介していきます。憧れメッセージ、憧れエピソードお待ちしています。はい、では今週もまだ憧れメッセージが届いていないので守備の憧れを紹介します。秋、オータム、この季節に憧れていることが一つあります。この季節に行きたい場所、カナダ、秋のカナダに行ってみたいんですよ。ずっとそれは憧れですね。自然あふれるカナダ、もう木々が紅葉して、そのすぐそばには川が流れていて、澄んだ空気。ちょうどこの頃だったと思うんですけど、サロン喫茶の仲間サマーナッツが、夏が終わって、まあ夏の終わりぐらいに去年カナダに行っていたという、向こうの景色を撮ってもらった写真があって、この写真なんですけど、いや、この写真を見てより一層行きたいっていう気持ちが強くなったのを去年覚えています。まあそれは今年もこの季節になると蘇ってくるイメージなんですけど、カナダの家、まあそのもし自分が住むとして、住んでるとして、自分の家の玄関ドアを開けた瞬間に涼しい風が吹いてきて、目の前には紅葉している木々、川、そして少し向こうの方で薪を斧で割っているおじさん、ひたすら薪を割っているおじさん、その空間には薪を割っているその音しか聞こえない、その音が響く、響いてる、そういうイメージをずっと持ってます。なんかそのイメージが憧れですね。はい、
皆様もそういう憧れがありましたら、どしどし送ってください。ラジオネームを添えて、メールまたはツイッターメッセージと YouTube コメントで送ってください。件名に憧れと書いていただけるとありがたいです。メールの送り先は、subi10@gmail.com、subi10@gmail.com、shviy10@gmail.com です。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間です。10月、今年もあと2月、憧れエピソードとスピスピメッセージをお待ちしています。スピークスピークでは、質問や悩み相談、雑談など普通のお便りをお待ちしています。その他、詳しくはツイッターをご覧ください。ここまでの時間は井上俊がお送りしました。バイビーシュ。